きました。はい、というわけでね、皆さんこんばんは。今日はですね、ちょっと見えるかな、あの山の上見えるかな、ちょっとね明かりが見えると思うんですよ。まあ知ってる人はね知ってると思うんですよ。でもあんなところにねポツンとなんか光ってますよね。で今いるとこはね中庄で、倉敷市中庄なんですけども、あの辺は庄かな、庄か菅生の辺あたりかな。ちょっとね前から気になってたんですよね。気になってたっていうか、もう昔から生まれた頃ぐらいから、生まれた頃っていうか幼稚園、まあ幼稚園かな、幼稚園小学校ぐらいの時からなんかあそこなんだみたいな感じで思ってたんですけど、夜ねちょっと今日行ってみようかなと思います。
じゃこりゃ。ここじゃなさそうだ。ここで道が止まってる。ここに道が。帰れんな。行かない。
ここっぽいな。さっきは無駄に歩きました。あ、やべ、あ、おっとっと、行かないよ、これ。あったあった、やった、着いた。あれ、いい眺めです。綺麗に見えます、倉敷中庄の町と菅生の町が見えます。ちょっとめっちゃ眩しいですけどね、やっと登りました。こんな感じです、ね、ここが眩しかったとこです。眩しかったのは未来の自分じゃないかという感じでね、照らしてます。こんな感じです。で、問題はですね、この先にある、お、人々だ、光ってたものを探しに行きます。上だったら、よし、まあ、夜登った人とかいるのかな。やべ、やべ、あ、本当にやばい。
山の上の何か到着いたしました。この光がこの位置を照らしてやと、ありがたや、ありがたや、参りました。ありがとうございました。とにかく無事に、到着できました。すごいな、鹿、蛇かな、なんだこれは。ええ、ほんまにありがとうございました。もうなんか無事にたどり着きました。でここなんですけどもね、あの修行の道だということです。修行僧の道ということで、まあ、昼間登るのが普通なんですけども、夜も、まあ、登っていくという、文化もあったそうで、まあ、そういう意味で、ここの地をこの場所を照らしているというのがあるみたいです。すごいな、ここから見えるの。手前が中州、そっから、ずっとまっすぐあの山を越えれば、早島で水島の工業地帯も、見えます。で、倉敷のね街並みも見えます。で昔はおそらくね、この目の前というか、まあ、倉敷とかあの辺もね海だったので、まあ海がよく見渡せる、場所だったのかなと思います。うん、むちゃくちゃ疲れました。昼間よりねやっぱ夜はハードですね。体力もねいつもの、3倍ぐらい使います。足元も非常に悪いので心理的にも結構きついものがありました。ぜひねまた一緒に登ってくれる人いたら、コメントください。コメントでもいいですし DM でもあの Twitter、Instagram ください。登るのはそんなにね時間はかからないです。あと一瞬でしたね。10分ぐらいで登れます、あのちゃんと道分かれば。はい、いうわけで今日はありがとうございました。なんか来てよかったなって思います。この景色を見るとね、どうでしょう。チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。